こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。暮らしやすさは場所とタイミングで決まるということでね。まあ、日本は稼ぎにくいと。で日本で、えー、生きて、日本で稼いで、日本で年取って病気になって死んでというのはね、結構厳しい。 ね、かなりの努力をしないと人並みの生活が維持できないと。で一方、まあ、オーストラリアねオーストラリアのアマゾン輸出を進めてますけどオーストラリアは非常にねえ稼、ー、いで病気になったり、えー、死んでいくというのを考えるとねまあかなり努力を必要とせずに、えー、豊かに暮らして死んでいけると。 いいいうう国だなというのをね、えー、何年か進んで思いましたまあこれは不公平というかタイミングというかねまあ運というかなんというかで実はまあ輸出ビジネスね輸出をすればまあ今のオーストラリアで激アレンズがあるやついっぱいいるとだったらオーストラリアでものを売ればいいというのがね今インターネットとアマゾンのおかげですごいやりやすくなってますんでまあその 内訳というかねどういう風になってるかそして最後に Amazon 室の無料情報を届けするメールセミナーのお誘いですまず日本の民間企業に勤める人の年収別の分布というのでね、年収200万円以下ね、これが一番グラフ高くなってますけど民間企業に勤める人だとね、年収200万円以下っていうのは日本人の一番多いまあ、標準点ですかね で300万かもこんなにいる。400万かもかなりいる。だからね、平均所得っていうのはね、えー、4 0 0何十万、ね、言われてますけど、男だと5 0 0何十万。これね、多分に公務員と、もう一部上場企業、あるいは大手のね、えー、インフラ関係とか、金融とかそういう給料のいいところの人がね、えー、占めてますんで、えー 実際は平均を押し上げているそういう、ね、高級取りはいますけど、まあ、今の日本の標準的な給料っていうのはねもう本当に安いと、ね、いうのが言えますだから安くて生活カツカツの人に物を売ったってなかなか売れるわけないってまあこれは当たり前の話ですよねでそれがまあこちらの所得分布でも言えるんですけど、まあ、これはね、えー、国民 一人一人がね、どれだけのお金を稼いでるか、もらってるかというグラフですけど、まあ1位、2位、3位はヨーロッパね。で、アメリカが8位にいて、10位にオーストラリアがいます。で、日本はないって言うとね、もうこの15位からずっと、えー、20位過ぎてもいなくて、やっとこの26位で日本出てくると。ね、で、実は、 オーストラリアっていうのは最低賃金が高いんで、オーストラリアの最低賃金は日本の平均所得よりすでに高いと、ね。だからオーストラリアの場合はこのグラフでいくと、一番多い層がもう日本人の平均所得である男で5百何0万、ね、平均で4百何0万という金額をすでに上回ってます。ね、学校卒業して、えー、もらう初任給がすでに日本の平均所得より多いと。 まあそういうえ状況。まあ、オーストラリアが羨ましい状況なのか、日本が悲惨な状態なのか、まあ、その両方だと思いますけど、まあ、そういう状況です。そして、世界一金持ちが多い国というのが今、オーストラリア。ね、何しろ、もう住んでるだけで勝手に金持ちになったと。えー、どういうことってことなんですけど、まず不動産がすごい上がってますんでね、人口も増えてますし、景気がいいんで、自宅を買ったらね、 もう、えー、10年20年経つと、ね、数倍あるいは数十倍に値上がりしたと、まあ、不動産の、まあ、好きな人というかハンプロみたいな人はね綺麗に区画書きされたとこじゃなくてねえ多少増成が必要な、まあ、眺めがいい場所とか買ってた人は、まあ、数十倍どころか、ね、100倍超えてる、えー、値上がり史手にしている人もいます、まあ、これでもね 不動産のその売り方とか価格付けの仕組みとか知らないとそれ100倍はねえだろうと思いますけど、まあ、現実問題ね、えーうん、海岸海が見えるとことかを、えー、まだあんまりね、えー、人気なくて安く買えた時に買った人はそれぐらいになったろうなというのは言えますまあまあそのね100倍以上ってな、まの、あ、はレアケースとしてももう数倍になってるなってもうそこら辺にゴロゴロね 家を持ってる人、家を持ってる人が多い地域でね、まあ、それこそ、いつ、いつ買ったんですかっていうと、もう、10年以上昔買ってるっていうのはもう、ね、いや家だけで、えー、億を超える、ね、資産できちゃってんなっていうのがもう、言えるわけですね。不動産、買ってに上がりしたと。で、それと、貯蓄をせずにね、ね、えー、まあそ、そうい,たというとってか、そんなわけなんで、自宅がね、えー、例えば、えー、5000万円で買った家がね、えー、2億円になってれば、1億5000万、 ね上がってるわけですけど、まあ、5000万の、えー、借り入れを、ねえー、ちょっと減ってでまあ、4000万になってたとするとまあその,その不動産だけで 1, 万1億6000万の担保価値がありますそうなるともう銀行はね、えー、その担保価値の分ね金利安くするから借りませんかっていう営業がんがん来ますんでねまあそうだねって言ってね、えー、その 借りたお金で不動産買う人もいれば、クルーザー買う人もいれば、車を買う人もいれば、ヨットを買う人がいれば、旅行に行く人もいます。ねえー、そういう形で、えーその、自宅が値上がりするとその分を担保にするんで、それでお金借りられると。まあ、昔バブルの時期には日本でもそういうのがあったんですけど、まあ、今はねもう、なかなか逆の。 パターンなんでね、イメージしにくいですけど、何しろそういう状態でもうオーストラリア人、お金使おうと思えば自宅を持ってる人はね、いくらでも借りて使えられるというのが状況で現状です。それから オーストラリアの場合、えー、年金をね、えーまあ、どういう、えー、ところに投資するかというのをね、えー、自分で選べるんですけど、まあ、自分で選べるったってね、めんどくさいし、えー、まあみんな、大体会社の、あるいはね、えー、標準的に、まあ、これ A、B、C でじゃあ A プランでいこうみたいな感じで安直に決めてますけど、またそれ、それでも経済成長してるんでね、えー、株価上昇してると。年金積み立ても株価上昇で増えちゃった。 さらに、人口が増加しているので、年金制度も有料なんで、まあね、オーストラリアには本当に貯蓄しないでお金使っちゃうんですけど、まあでも別に、えー、退職してもね、えー、まあ年金あるし、まあ、貯蓄なんでそんなものする必要あるのみたいな感じで、貯蓄はしないでお金使う。それから、まあ、過去27年間、不景気知らずで経済視聴してるんで、税収も多いと。そうすると、社会保険も有料。 ねまあ要は健康保険ですよね。まあ、健康保険も有料まあ年金も社会保険の一部なんですけど、まあねあねの日本でいうところの、まあ、健康保険に、日本の場合、年金もだね健康保険もこれからダメになる、えー、そういう悲惨な状況なんですけど、オーストラリアは全く逆、ね、えー、年金も OK、えー、健康保険も問題なしという形なんでね、まあ、これまた貯蓄の必要なしと、ますます貯金なんかする人いない。そして、 まあそんなオーストラリア人ね。まあそ,そうは言ってもね。まあみんなコツコツやってて、景気良くなった。まあそれはいい時期があるのはね、当たり前だろうというような感じなんですけど、まあ正直オーストラリア人見ててね、まあ一部の例外はあるんでしょうけど、まあね、適当ですよね。まあ何しろルールを守られないのは当たり前。ね、これ、オーストラリアを旅行してて、えー、これどこだったパースか。 パースのね、海岸で撮ったんですけど、看板が立っててね、ビーチに犬を連れて行ってはいけませんと。焚きは禁止です、えー。ビーチで魚釣りをしてはいけませんというような看板出てるんですけど、まあ、皆さん、釣り曇って、さあ釣るぜって感じで釣る行こうっさんとかね、これからビーチで魚釣り、あるいはね、もう犬、走り回ってる犬をね、ご満悦で見てるね、犬の飼い主のカップルとかね、まあ、 ルールは平気で破ると。で、平気で破るって、まあ、たまに見回り来て罰金取られるんですけど、まあ、罰金もね、うん、まあ、見つかったら、しょうがねえ払えばいいんだろうみたいなね、運が悪いなと思ってね、えー、他にもいるじゃねえか、やってるやつみたいな感じで、まあ、何百ドルも、日本でいうところね、5万円とか3万円とかね、ぐらいの罰金を払うわけですけど、まあ、まあ、ルール守らず適当ですよね。 ルールがあれば守るルルールを破るのは悪いことだという考えが徹底している日本人。ね、そんな日本人、ルールを守って勤勉に働いても貧しい日本人。仕事も適当、ルールは守らない、勤勉とは程遠い生活なのに豊かなオーストラリア人と。まあ、不公平としか言いようがないんですけど、ただ、しかし生まれた生活を、生まれた環境を嘆いても仕方がないです。 それよりオーストラリアアマゾン輸出に取り組みましょう、まあ。適当で金遣いが荒いオーストラリア人を相手に商売すれば日本人の勤勉さ、給料の安さ、物価の安さが有利に働きます。何しろ給料安いんでね、えー、その安い給料で、えー、商品を安く、ね、提供してくれてると。ということは、えー、物価が高い ね、給料が高い国に持っていけば、えー、高く売れるということが言えて、しかも今オーストラリアはね、アマゾン始まったばかりなんで、まあ高く売れる商品が見つけやすいと。で、今アマゾン始まったばかりですから、これから成長していくんでね、えー、成長していくに従って、ますます稼ぎやすくなっていきます。まあ、本当にね、やる気なくても適当でもね、稼いで金使ってる人たちがいっぱいいると。まあ、 ある意味腹立たしい感じは受ける方多いと思うんですけど、まあ、考えをね、まあ、プラスというかどうすればそれね、えー、自分に有利ってか自分のプラスになるかと考えると、ね、そんな割を食ってる日本人の、えー、日本市場にあふれる質の良くて、ね、安い商品を、えー 質が良くない、あるいは質が悪い商品でも適当な売り方をしている、あるいはろくに売っていないオーストラリアに持っていけば稼げます。まずは無料セミナーに登録してオーストラリアアマゾン輸出の最新情報を学んでください。無料アマゾン輸出メールセミナーに今すぐ登録してください。こちらにメールアドレスとお名前を入力して登録するボタンをクリックしてください。 これ動画を見てる方はここに入力できないんでね、えー、動画説明欄にある URL をクリックして、メルマガに登録してください。何しろ、ね、オーストラリア人、適当にね、やる気もなく、ね、ルールも守らず、えー、いい加減に生きてますけど、まあ、ただ、ね、金使い荒くて、えー、資産があって金持って使,使うの大好きです。そこへ、ね、日本人、 まあせっかくなんでね、まあインバウンドの仕事をやってれば、多少オーストラリア人の恩恵を受けてる人いるかもしれませんけど、まあ、私たちはインバウンドやってないんでね、まあ逆に輸出という形でね、その余ってるお金をまあ自分の収入にするというのがね、今一番のおすすめの稼ぎ方です。まあ、そんな形で。まずは無料メールセミナーに登録してください。以上、Amazon 輸出サポーター、堀秀夫でした。